このキャラ知ってますよ。あ、このキャラね、主役なんですよ、一応主役は本当に凹凸がないから、はい、おっぱいを盛るやつ買って帰りたいんですけど重っ、これがないの重み。福江美里の声優プレイ、私がずっとやってみたかったコスプレ企画、今回セーラームーンのブラックレディに挑戦しちゃいます。バレるかなぁ。あ、これ全然一日中見れるんだけど、これ個人的にお買い物行きたいな。これちょい塩ビ服、塩ビ服とか、あと学ラン、あ、しかも女性の体を考慮して作られてビシッと決まるとか書いてある。女性の方が、うん、男装するっていう人、コスプレイヤーさんが圧倒的に多くて、アキラとソは男性キャラはやったりするんですか？初めはやってたんですけど、うん、気づいてしまったことがあって、何自分が好きなキャラクターになるよりも、うん、その相方とかパートナーキャラになった方が、そのコスプレをしたレイヤーさんとかに写真を撮るっていう理由で抱きしめてもらえたりとかできるじゃん。その通り、相手役をやった方が好きなキャラと接する機会は増えますよね。そういうなんか横島の気持ちから女の子キャラをやるようになり、あ、似合う、あ、先生、私がドストライクのやつがありました。はい、ウテナとかカードキャプターさくらとかです。わあ、かっこいい。これ先生ね、私が中学の頃にね、はい、やってたのアニメ。これで私も世界を革命できるんですよ。先生氏でも知らないでしょ。ウテナは世代じゃないんですけど、そうですよね、さくらちゃんは世代じゃなくても全オタクが確かに、まあ、レジェンド存在、レジェンド的な作品ですからね、本能かなって。いや、すごいな、クオリティだね、素敵、めちゃめちゃ多分もうこれは本物、さくらちゃんが着てるのこれリアルで着てるのはこれだよ。はい、ビッグビビった。ストライクウィッチーズがありますが、先生私出てるんです。あ、あるけど私じゃないです。あった、あったあったあった、ありました。これです私。あ、これ、あ、このキャラ、このキャラです。このキャラ知ってますよ。あ、このキャラね、主役なんですよ一応。先生主役なんです。よしかちゃんすくみずになってるんですね、下がちゃんと、これでもちゃんとコスプレできちゃう。できちゃう、これよしかちゃん。わ。これすげえ、これ嬉しいです。よしかちゃんの服初めて見た。似合いすぎますよね、これ。先生ちょっと、はい、あ、先生、あのね、あの、でも本当に私がちょっと待って、おっぱいを買って帰った方がいいんじゃないかなって思ってて、本当に凹凸がないから、はい、お尻もないし、ちょっとこれどう思います、これブラックレディ、これ多分例えば今着てらっしゃる谷間が見えないみたいなもの、うんうん、に仕込むといいみたいなものじゃないんですかね、これ。あれ谷間、そっか、これだって出てたらあれか、なんかおっぱいを盛るやつ買って帰りたいんですけど、どうだったらこのシリコンブラとか、このシリコン重っ、これがタイの重み。何を集めてもないんですよ私。あの、違う、みんな集めればなるじゃないって言うんですよ、話すると。だけど何を集めてもどこから持ってきても、私自分、本当悩みなんですけど、私自分より貧乳の女の人に会ったことがないんです。選手権出れるんですよ。だからちょっとこれ力、お力を借りようかなと思って。あ、これはでかい、これでかくないですか先生。これはでかい、これちょっとこれ多分はみ出ちゃいますね、これ。これはみ出ちゃいますよね。これ違うもん。あ、これお尻ついてる先生。すごい。これすごくないですか。え、これ買ってった方がいい気がする。リップボリュームアップ対象アイテム。これちょっと私買って帰ります。お尻を作ろう。これすごいですね。これきっとそうですよね。よし、先生私これ買って帰ります。マジですか。私これはいずれどっかで使うので、ちょっともう自分の体が平たいことにもう嫌気がさしてるんですよ。ちょっとボンキューボンキューしたいなと思って。声優プレイ、ここら辺はですね、はい、
あのカラコンとかメガネはとか、あともうメイクですね。あとはあ、そう先生ね、これね超興味あるメイク。これ先生、はい、コスプレの時のお化粧は普段のお化粧とは違うものを使ってるんですか？違いますね。あ、違うんだ。なんかファンデーションとかもよりカバー力のあるもの、あ、やっぱこう人間の肌っぽくならないような感じにするってことですか？はい、へえ。人間味を消したいですよね。消したい。そう先生それやりたいの今日。あ、何これ肌隠しシート、傷跡を隠しますって。そうなんです。なんかまあ傷とかある時に貼って、うんうん、へえ、これいいね。写真を撮るっていう。あ、これいいですね。これ隠せるんだ。いろんなのある。もうなんかないものがないぐらいな。ここら辺はもうウィッグです。あ、そうウィッグ大事ですね。ウィッグはまあ、あの多分結構これ勘違いされがちなんですけど、うん、コスプレイヤーが、うん、ウィッグってもうキャラクターの形になってるものが売ってるわけではないんですよ。あ、そうなんだ。バラーって長いまんまが売ってるんで、うん、それをキャラクターの形にしなきゃいけないっていう。じゃあ皆さんどうしてるんですか？それ美容院持ってったりとか。だいたいこれ買って自分で家ですよ、はい、自分でやるんですか、はい、めちゃめちゃすごい。難しいだろうに。でその自分でやるセットをしやすいようにするのがここら辺のグッズです。あ、そうなんだ。あ、ほんとだ、隙間さみだ。ウィッグって要は地毛じゃないんで、うん、まあ、ハサミがダメになりやすいんですよ。あ、そうなんですか。ウィッグ用のハサミとかも全然売ってます。確かに刃こぼれしちゃう。これは多分そうかもしれない。へー。え、あの先生もお家で自分でウィッグ整えたりとか、はい、します。すごい。マジですか？だからもう年中がもう髪の毛だらけ毛だらけになるとか全然あります。あとね、ポニーテールとかツインテールとかも意外と大変なんですよ。あ、そうそうそう、ウィッグの時、うん、ポニーテールってどうやって作るんですか？このマネキンにかぶせて、うん、まあかぶせるか自分でかぶりながらやるかともあるんですけど、うん、かぶせて毛を少しずつ持ち上げながら、うん、綺麗にこう溶かしながら持ち上げて、うん、固めて、うん、で結ぶ。ヒロアカのコバちゃんのウィッグは私やりたくないです、自分では。あれね、これ可愛い形ピョン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 しててあれ大変です。 あれ大変なんだ。もう見てわかる。声優プレイ。ウィッグは、うん、そう、あのセーラームーンは系っていう、セラム系っていうか、うん、お団子じゃないですか、うん、あれが結構大変なのと、大変ですよね。一番大変なのは前髪とこのクリーン。あー、あの このね、そうね、少女漫画っぽいこういうクリーンね。あれ何が大変かって、生え際からちょっと浮いて、うんうん、浮きつつこう垂れてるんです。確かに。で、まあこの部分を支えるここの部分、生え際の部分、うんうん、めちゃくちゃ固めないとこの重力に逆らえないんです。そりゃそうだ。これ言われてみて気づきますね。そういうの、そう、そりゃそうだ。あれが結構ありがちなんですけど、うん、アニメとかには、うん、あれですっごいレイヤー殺し、あれレイヤー殺しそうなんだ。なんで確かに言われてみれば結構、うん、ブラックレディね、大変、割とハードル高いんですよ、ウィッグが。あ、そうなんだ。高いんで、かな、そういう時の、はい、このオーダーメイドの先生を金に物言わすの流行ないですか？すげー。でもこれ、こちらの衣装はクリエイターさんがちょっとキャラクターとかが好きすぎて、うんうん、はい、私はもう1週間とかで作ってしまったりとか。で1週間、はい、とか。そんな早いんですか、これが。そうですね、衣装の方は。いや、それ多分あのこれは1週間で普通は作れません。そうですよね先生、それは私にもね、わかるよ。作れません。そうですね、クリエイターさんが愛だけで作ったんですね、はい、こういうのを作ってくださいって言ってお見積もり出してもらえるカウンターなんですか？そうですね、はい、実際にこれでいただいたりとか。あ、なるほど、はい、実店舗にこういうところがあるっていうのはなかなかない。お金くらいは何でもできるんだなこれがかかるということはようよう分かりました。ちゃんとやりたいと思ったら。いや、そうですね、コスプレはもうクオリティを求めれば求めるほど、うん、結構お金かかっちゃう。で、そりゃそうですよね、はい、そりゃそうだわ。うおー、すげー、すごい先生、
あの化粧落としてきたんですけど、すっぴん、はい、ちょっとじゃあ失礼します。あ、回ってる、回ってるね。怖いな、難しい。声優プレイ。心が騒ぐ、夢から覚める、その時が近づいてくる。目覚めの時が来たのです。眠れる私の魂を、目覚めなさい。あの3人が戦っている、みんなが集結している。メリオス、光あるところに闇はある。私の美しい呪いを受け取るがいい。セラム、私の最後の祈りを聞き届けたまえ。その運命を避けて通ることはできない。この星を奴らに渡してもいいのか。私たちセーラー戦士が負けるはずないわ。二人で一緒に、夢は一つ、このセーラームーンが月に変わってお仕置きするわ。劇場版美少女戦士セーラームーンエターナル後編。この星を守る、それはいつだって私たちのリアル。